しよし、当たる。よっしゃ。とりあえず餌がこうやって残るんですよね。めちゃっぽいけどな。メジナか。よし、メジナ。最強のメジナ。30センチあるなしのお腹ですね。はい、お腹メジナ。スズメですね。茶色のが湧いてると思ってたんですよね。スズメダイだ。
か、廃炉だな。廃炉でしょ。あ、三の字だ。楽しかったけど、三の字ですね。ガンダマの 2B 外します。よしよしよし、ネジナコイ、ネジナネジナコですね。あー、三の字かな、ネジナでした。このサイズですね。30あるらしいですね。ギリギリしましょう。さっきと同じくらいですね。
全部同じサイズ。30ジャストぐらい。やってる人はどこも小さばで苦戦してますね。あ、そうだよね。よっしゃ、たまにね、残ってくるんですよね。こうやってたまに残るんですよ。仕事だ。あった、30ぐらいで。33センチですね。33。ほら、残ってくるんだよなぁ。たまに残るんですよ、こうやって。よっしゃ、来た。あれ、ちっちゃいな。ちょ、飯長いけどちっちゃい。お、長か。やべやべ。いい当たりではあるんですけど、これ、このサイズ。30あるなし。木を005単体に変えました。
ハリスを一広半まで詰めて、大森は今ジンタの午後ですね。誘導は一応一広取ってあります。そういうことでやっぱりなんか餌拾ってんな。ちょっとジンタン外しますね。なんだ、サバかかっちゃうな。ヘルは何かが、ちょっと何か分かんないですけどね。まあまあ強いか。ほい。うん、なん強い。強いぞ。メジナガ、よし、メジナガ。やっぱ浮いてるな。綺麗なオナガですよ、これ。オナガが浮いてるんですね。綺麗。とりあえず気持ちいいやつ。35ですね。35センチ。